まです4月5日金曜日朝6時の相場解説になりますえっ、ー、と FX オリガルヒの皆様にお知らせしていましたけども目下、えー、ですねこちらのレンジで勝負しているところですが下の方に抜ける可能性についてね前回の動画で言及しましたその際このヒゲ先を抜けたらブレイクと判断してセルで入れましょうよっていうことだったんですけどもまあ早速この3時間の中でそれが起きていましてですね大きく下に打ち抜けてそしてここでヒゲを出して 新しいね、下のネ段ーが決まりました。ということでね、下線をここに一旦引いておきますね。ビューっと、切り板で。本来151の205でもいいんですけども、一応151の165で引いておきます。これによって上がここになりますんで、上下がね、改めて30ピップスぐらいで組めるかなっていうところです。で、前回までのこちらの30ピップスがありますんで、えと、上と下のレンジに分けてね、今日は考えることになります。 はい、こんな感じですよね。こういう風に引いておきましょうか。これが今日のマーケットかなっていうところですね。で、ブレイクした方はもうすでにわずかですけどもね、あの、利幅が取れとと思います。20ピップ相当になるかな。まあそういったところからの今日スタートですね。で、全体像を見ていくときに、冷やしの方から見ますけども、えっと、こちらの方で陰線はとりあえず確定して、今新しくね、もうほとんど見えませんけども、 今日の陽線が生まれ始めてるところです。多分これはね、今日はね、陽線で終わると思いますよ。はい、そして4時間の方も見ていきます。はい、4時間。えー、陰線が出て、ここで止まって、新しいローソク足が生まれ始めてる。これが陽線になるかなっていうところですよね。まあ、ですので新しいマーケットがこの辺りに引けて、今まで使っていた2つの値幅と同時に、この3つのプライスを覚えておいてくださいってことになります。 で、改めて1時間軸を変えてみるとですね、えー、151の800あたりと、151の450あたりと、それから151の、そうですね、200あたりにしていきましょうか。200あたりっていうことになりますので、下の値でですね、えっ、ー、と、151の200あたりがまず1個あって、それから真ん中に487があって、 で、で番上が800あたりですか。こういった上下60ピップスで今日は見ることになるかなと思います。で真ん中の値段が4八なんですね。だいたいこんなところで捉えておきましょう。それでは本日もよろしくお願いします。